演舞開演。どうも、本日はこちらパスコの宇治抹茶どら焼きを食べたいと思います。知らん。紙はこんな感じです。もう生地も緑色で抹茶感が感じられます。ではいただきます。だからどこから食べても抹茶を堪能できるんですね。生地からもあんこからも抹茶がしっかり配合されていて、そこながら抹茶を感じることができてとっても美味しかったです。抹茶尽くしのどら焼き、やっぱり和菓子といえば抹茶なのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。